はい、コーツの趣味部屋へようこそ。今回もね、ちょっとフィギュア紹介していきたいんですけれども、今回もね、ちょっと変わった、フィギュア。まあ今までのシリーズじゃないんですけれども、ガチャガチャのね、フィギュア、まあ、あるものを目当てに回し続けました。はい。まあね、ご覧いただくんですが、商品がね、ウルトラマンです。はい、珍しいですね、私の動画でウルトラマン。いや、これ出来がすごいんですよね。うん、これのアルティメットルミナスっていうのが、新登場で、出てたんでね、思わず回してきちゃいました。でね、狙いは、ウルトラセブン。はい、これがね、自分一番欲しかったんで、これが出るまで回そうと思って回しました。はい、その結果をね、順にご紹介していきたいと思います。はい、ではね、まず1回回しました。出てきたのがこれ。あのね、色はね、この緑で全部統一されてます。はい、で、まあ中身はね、これはテープだな。めんどくさいんだよね、テープね。ちょっと全部カットしよう。はい、一応テープ剥がしました。ではね、1個目見ていきます。出たのが、はい、出た、このシリーズでよく出る団地。はい、団地が出ました。まあでもね、団地はね、一つは欲しいですよね。なんて言ったって発光機能がついたね、このルミナスユニットがついてるんでね、ウルトラマンを光らせるにはこれが必要なんで、まあこれは別に出てもいいんですよ。うん、で、ラインナップを見ていきましょう。はい、こういう感じ。はい、まあウルトラセブンね。はい、で、次はウルトラマンガイア。うん、これはね、自分知らないんですよね。自分が知ってるのは、昭和のウルトラマンだけです。はい、それ以降はわからない。で、工場で、マンション。はい、まあマンションつっても団地と同じだけどね。うん、でこうやってやると光らせることができるということですね。はい、というラインナップ、4種類ですね。はい、で、最初に出たのが、このマンション。はい、こちらが出ました。はい、でまあもちろんね、次やりましたよ。はい、で出たのが、はい、こちらでね、次に出たのがこれなんですけれども、はい、やった、セブン2回目で出た、やったぜと思ってこうポンって開けたらね、はい、ウルトラマンガイアの方でした。こんなはずで、いやー、結構ね、自分これ全部揃えてるんですけど、まあ、全部って言ってもね、昭和のウルトラマンこのシリーズ、まあ、今9弾まで出てるんですよね。これが9弾なんで、で昭和のウルトラマン全部コンプリートしてるんですよ。でもね、今まではもうほんとね、一発で出たりとか、すごい結構運良かったんですよ。でも今回もね、2回目でも目的のものが出ない。はい、まあこれは後々ちょっと組み立てますんで。はい、で、2個目で3個目をガチャガチャっとね回しました。で、次に出たのがこのカプセル。はい、また緑、まあ緑なんだけどね、まあまたちっちゃいやつです。うわーと思って、マンションと思ったら、はい、工場工場でした。まあでもね、またルミナスユニットがついてるんで、まあいいですけどね。うん、まあここら辺は順調に来て、あれ、もしかしてストレートコンプ来たかと思ったね。うん、で期待を込めてもう一回ガチャガチャと回しました。すると出たのが、はい、はい、小さいカプセル、小さい、あ、ダメだこれ。あのね、まあ
もう開けるのももうめんどくさいんですけど、これマンションです。はい、うん、はい、マンション、はい。で、まあもちろんね、ちょっとやめらんないよね、ここで引くわけには、うん、だってこれあのね、本当やめたいんだよ。本当これはね、一回500円もするんですよ。うん、ドラゴンボールでいうね、U 字と同じぐらい。いや、めっちゃもうダメだ、焦りましたよ。もうね、一回ダブルだけでこれめっちゃ焦るね、500円はね。うん、とてもじゃないけどね、何回も回せらんないよと思って。まあでもね、出るまでやんなきゃ、ね、なんかこう、つまりがつかなくなっちゃってね。で、回した結果、また小さい。はい。まあ見づらいですけど、工場です。はい。なんで工場、マンション、工場って来てるんですよね。うん。なんでやねん。いや、ちょっと心が折れましたね。この時点でちょっとね、鈍い音がしました。うん。で、もう一回。もう、結構崩しましたよ。100円玉。で、次出たのが、大きさ変わらない。はい。マンション。なんで工場、マンション、工場って来てまたマンションなの？これ、やばいループ入ってると思ってね。いやー、もう結構残り少なかったんだよね。うん。あの、筐体機の中。もう、ほんと数えるぐらいだったと思うんだよね。うん。で、まあもちろん諦めがつかないんでね。もう引っ込みつかねえわと思って。もうとりあえずこれで出なかったらもう諦めようと思ってね、もうメルカリかなんかで買おうとっていうことでね、もう次を最後にしようと思って回しました。その結果、はい、工場おかしいだろ、工場マンション工場マンション工場ですよ。何やってんのこれ。くそー、覚えてるよはい、ということでね、もうね、もうこれ無理だと思ってね、ちょっと中もうね、次何が出るかもう見えるぐらい減ってたんですけど、次もまた工場かマンションっぽかったんですよね。なのでもう心がぼっきりと、ね、折れたんで、もうその場を離れました。うん、もう考えたくないと思って、使った金額も考えたくないと思ってね。はい。で、数時間後にもう一回ちょっと見てみようと思ってね、見たら何個か減ってたんですよね。もう残り3個だったんですよだから何が入ってるかもう見える状態で、でもね、これがまたもう最悪な展開だったんですよ。その3個が出る順番が、あの、2つはマンションか工場っぽかったんですよ。2つ、最初に出る2つが、で最後にセブンがあったんですよ。うーわーと思って、何これと思って、まあでもね、確実に3回で出るんだからやるしかないと思ってやりましたよ。はい。で、最初にやって出たのがこのマンションですね。はい。で、もう一個、はい、これもマンション。はい。もうダメ。はい。で、やっと出たのがバカンとね、はい、じゃん、はい、データセブンということでね、これ数えたくなかったんですよね、本当はね。でも結局数えた結果、ちょうど10回やりました500円を10回なんて5000円もかかりましたよ。もう大散財、うん、もう泣きたくなってきたもん、本当に。もう半べそかきながらも走ってたね。はい。じゃあね、まあ、早速、ウルトラマンだけ組み立てたいと思います。まあ、工場はね、もう飾るところもないんで、もう、出さないです。はい、ルミナスユニットだけ出してくっつけます、ウルトラマン。はい、ではそこまで持ってきます。はい、ということでね、組み立て終わりました。ではね、早速見ていきましょう。まずはね、ウルトラマンガイアの方から。はい、こちら、いや、意外にかっこいいんですよ。かっこいいんだけどね、うん、
でも知らないんだよなこのドラマ。これは最近のですかね、うん、年代もよくわからないんだけどな、うん、でもかっこいいね、ウルトラマンっていう感じのフォルム。はい。で、ルミナスユニットはね、背中の、ここをめくるとパカッと外れるんでね、そこに収める感じですね。では、スイッチをね、入れたいと思います。はい、では行きます。いや、わお、かっこいい。このシリーズほんとこれがあるからめちゃくちゃなんかよくできてんだよな。すっげえ。やっぱルミナスユニットつけるつけないとじゃ全然違うわこれね。つけなくてもかっこいいけど、つけたらなおさらかっこいいっていうね。でまあカバーはね、普通にこうやってつければ、はい、まあ、こんな感じで、はい、いいね。はい、じゃあ続いてはね、ウルトラセブン。いや、これはこれで本当ね、昭和時代のね、ウルトラマン好きな人はね、もうこのフォルムたまんないんじゃないですかね。もうこれぞウルトラセブン。いや、このね、ちょっとね、目に見える点がいいんだよね。いや、いいね、このフォルム。うん、昭和のウルトラマンって感じ。すげえわこれ、できいね。でね、ウルトラセブンはね、ルミナスユニット背中じゃないんだよね、うん、このシリーズほとんどがね、あの背中なんですよね。でもね、これはね、このウルトラセブンはね、珍しい感じで、なんとね、この胸部が外れるんですよ。で、ルミナスユニットをがここに入る感じだから、ちょっとね、扱いづらいんだよね逆に、うん、だスイッチをオンにしてからこう入れるって感じなんで、今までにないね、ちょっとめんどくささでかってやると、部屋わ、かっけー、めっちゃかっけー、うわーすごいな、いいね、このウルトラセブンのこの額の緑色がめっちゃいい。うわー、これ出来半端ね、すごいなーこれ。うわ、やっぱすげえわこれ、感動もんだね。500円だけのクオリティあるよ。5000円出して買うかっつったらそれはないけど自分の場合は結果的に5000円もかかっちゃったけどね。いや、これすげえな、マジで。はい。ということで、この仮面ライダーじゃねえ。ウルトラマン。なんか間違えるんだよな。ウルトラマンこの2体。いやー、これはいいね。かっこいいわー。はい。ということでね。まあラストはね、ちょっと一斉に並べた写真でお別れしたいと思います。まあこれを見てねもしよろしければね、チャンネル登録していただけると助かります。はい、まあちびっ子たちもね、ぜひね、ドラゴンボールとかワンピースとかのね、フィギュア紹介もしてるんでね、チャンネル登録してください。またね、いいねボタン、グッドボタンしてください。あとコメント欄ね、書いていただければ返信しますのでね、はい、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。